トヨタ TF-104 はトヨタが2004年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。デザイナーはグスタフ・ブルナー。TF-104 はブルナーがトヨタで設計した3作目の F1 マシンであった。同社は前作 TF-103 の進化型と考えられ2002年の TF-102 から順に進化のステップを踏んだマシンであった。 TF-104 は発表の10ヶ月前から本格的に開発が始まった。発表時にブルナーは TF-103 は高い競争力を持ったパッケージであった。不幸にも我々はその性能すべてを引き出すことができなかった。論理的に TF-104 は TF-103 の進化段階であるが、事実上 TF-104 は TF-103 で使用した部分を 共有しない点もある。我々は、シャシーの、あらゆる部分を改良し、あらゆる重要な内部コンポーネントを再設計した。我々は、空力的に、かなりの進歩を達成し、全体的に車重を軽量化し、シャシーの合成を向上させた、と語った。この継続的なアプローチは、多くの批評家から地味すぎると考えられ、そのことは、 TF-104 の総合的なパフォーマンスによって確認された。この事実は結局、ブルナーのシーズン途中の解雇につながり、彼に代わって冗談を呼びるので、テクニカルディレクターを務めたマイクガスコインが加入した。ガスコインは弱点の評価とチーム再生の能力に長け、すぐに TF-104 の改定作業に取り掛かった。TF-104 バイトのシ,ャシーは、 革命的なものではなかったが、ブルナーの設計における初期の概念的な欠点のいくつかを根絶しようと取り組まれたものであった。改良型の TF104 バイトは、ドイツ GP に投入され、いくつかの明白な成果を上げることができた。しかしながら、その向上傾向にもかかわらず、ガスコインは2005年シーズン向けの TF105 の開発に注力するため、 TF104 バイトの開発を凍結した。2004年レギュレーションによってエンジン寿命を 400km から 800km と倍に伸ばされた。インディアナポリスモータースピードウェイを走行するクリスチアーノ・ダ・マッタ2004年シーズンは2003年同様、オリビエ・パニスとクリスチアーノ・ダ・マッタというラインナップとなった。TF104 は 優れたエンジンを搭載しながらもマシン自体のダウンフォースが不足しており、まともなダウンフォースを得ようとすると、トラッグが増加し、トップスピードが伸びないというジレンマを抱えていた。そんな問題を抱えながらもトップスピードを必要としない、モナコ GP では、黙ったが6位、パニスが8位とダブル入賞を果たした。カナダ GP では黙ったが8位、パニスが10位に入るも、 ブレーキダクトの違反により両者失格となった。アメリカ GP では、セッティングがハマりパニスが5位入賞を果たした。しかし、それ以降のレースでは、ポイント獲得も、ままならず、デザイナーのブルナーが、シーズン途中で解雇された。ドイツ GP から TF104 バイトが投入されるが、チームを批判をしたことにより、チームとの関係が悪化しただまったわ。 ドーグランプリをもって解雇された。これにより、ハンガリー GP 以降は、リカルド・ゾンタがマシンをドライブすることになる。ゾンタは、ベルギー GP で一時4人を走行する回想を見せた、もののエンジンブローによりリタイアし、パニスが8入賞を果たした。日本 GP からはルノーを解雇されたヤルノ・トゥルーリが、ゾンタに代わってドライブすることになる。しかし、 道具ランプリを持ってパニスが引退を表明していたため、実戦ブラジル GP は再び、ゾンタガステアリングを握ることになった。このようにシーズンを通してゴタゴタが続いていた。結局前年と同じく、コンストラクターズランキングは8位に終わり、ポイントは10と、前年より減った。カナダ GP は、レース後の車検で、ブレーキダクトの規定違反により失格。ありがとうございます。